さん、こんにちは。こんにちは。お絵かきうまくなるクラブのラドです。ラドです、ということで本日はですね、久しぶりのロケ撮影ということで。そうなんですよ。どんだけ空いてんだよ。めちゃくちゃ空いて。僕ら喧嘩したわけじゃないですか。そうっす。もう、あの、毎日メールとか LINE、LINE で毎日、しんどいですよね。頑張りましょう。ゲイじゃない。久々に、ね、はい、観光しまして、これ皆さん中には待っている方もいたと、ね、待ってた。なんかコメントでは、ね、待ってるんですけどね。コメントの一部の人は待っててくれてる。そうなんです。なので、はいはい、今日はあの外から撮影してきました。シャシャ。皆様、いつもご視聴いただいてる皆様、本当に、はい、ありがとうございます。はい、順調に、ね、お絵かきの輪が広がっていっております。ちょっと輪広がってるんですよ。ね、嬉しいですよね。僕らその毎日も連絡取り合って LINE でね、あの、頑張りましょうねと。そうっす。もう、ね、動画めげずにね、めげずに更新。結構ね、大変なんですよね。そうっす。もう原さんが似顔絵のレッスン動画、はいはい、で僕がお絵かき研究と、はい、もう頑張っておりまして。そうなんですよ。ここまでね、結構あのネタで困ることもないんですよ。コメントくださるんで、皆さんが。そうです。皆さんのリクエストから広げていけるんで、はい、そうなんですよ。ぜひちょっとリクエストをまた、ね、そうっすね、していただきたいなと、はい、でそして前回花さんが動画であのお伝えしていた重大発表というこちらの動画、はい、盛りすぎだぞと。いや、持ってないです。本当に重大発表ですよね。重大発表です、はい、でこの動画あのご覧いただいてない方にも今ちょっとね、そうですね、軽くリアルお絵かきうまくなろうクラブをやろうかなと、そうですね、思っておりまして、まあ、お絵かき研究会、お絵かき研究会、そうです、はい、僕と花さんがいつもこういうところでやってたお絵かき研究の輪が実際に広げる会になっておりまして。そうですね、実際に足を運んでいただければと。いただければと。で、こうなんかコメントが、まあ、来るかわからないですけどね、皆さんに。そうなんですよ、ちょっと怖かったんですけど、やってみましょうと。意外と来たぞと。そうなんです。リクエストいただきまして。優しいですよ、みんな。優しいお絵かき好きの方たちが見てくれてるはずなんで。そうですね、はい、で今回なんといろんなところから。そうなんですよね、参加者が、参加者希望者の方が、はい、まあ、参加者はまあ広島が一番遠いかもしれないですね。愛媛、愛媛じゃない、愛知ですか。愛知、どっちが遠いんですかね。愛媛か。愛媛ですね。いや、愛知です。愛知ですか。広島から今回参加してくださる方も、いらっしゃいますし、みたいで。信じられないですけどね。信じられないです。大丈夫かな。まあでも、花さんに、はい、まあ、僕もプロクリエイト、まあ、わからないところがあるんですけども、はい、特にその似顔絵、実際にプロでやってる人に直接ガンガン聞けるようなね、そうですね、場ですよね。場ってないと思うんで、実際似顔絵上手くなりたい方には、本当に勉強になる会になると思うんですけども、はい、どうですか先生。いや、そうですよ。先生、あなたも先生ですからね。そうですね、はい、はい、まあ、一緒にお絵かき先生、お絵かき勉強していったらなと。全然プロクリエイト持ってきていただいても。持ってる人いるし、ね、持ってくるって言ってましたよ。大阪の学生さん。あー、ちょっと勉強しておきます。お絵かきうまくなるクラブ見て、はい、プロクリエイト買ってやっちゃいました。 iPad 買ってプロクリエイトみたいな。そういう方もいらっしゃるんです、ね、そういう方いらっしゃるんで、ね、まあ、ということで皆さんが学びたいものを一緒にコミュニケーション取りながら。そうですね、まあ、今 3日間ね、はい、予定してますけど、全日程来ますみたいな方もいるし、ね、方いらっしゃいました。で、まあ、1日追加で4月19日金曜日。あ、そうですね、ここまだね、余裕ありますんで。なの で皆さん、日にちこちらですよね、4つダダンと、はい、これ、4日間日程を用意してますので、してますので、ぜひ、お待ちしております。ということで、はい、ここまではお絵かき研究、今まで皆さんへの感謝の気持ちをお伝えしたかったんですけども、ね、もう一つ、はい、めちゃくちゃ嬉しい報告がありましたと。これお絵かきうまくなろうクラブ始まって史上多分一番嬉しかったというか、そうですね、よくやっててよかったと思えた内容ですね。そうですね、ということで、はい、ここからはなんと視聴者の方にお絵かきうまくなろうクラブの影響で、はい、あれですね、似顔絵を始めて、でそれで友人の結婚式に、結婚式のウェルカムボードに書いてプレゼントして、すごい喜んでいただけたと。それすごい、これすごい。ウェルカムボードってだって、まあ、僕らもそのね、オーダーもらったら本当に気合い入れてやりますけど。そうなんですよね、結婚式ですからね、一緒に人生一度。そうですね、で、はい、そこに友人の、結婚式に書いて、はい、しかも結果ね、結構喜ばれたと、ね、はい、いうことでおめでとうございます。すごいです。
でもこのお絵描きうまくなるクラブ動画で勉強してくださって描けるようになりましたと、そのお礼が言いたくて、はい、インスタグラムで DM を。そうなんです、わざわざ DM を。わざわざお礼言いますよ。春樹さん、春樹さん、おそらく春樹さん、春樹さん、本当にありがとうございます。あるんです。で、まあ、始めたばかり、はい、お絵描きうまくなるクラブの動画見る前がこちらですよね。はい、これ、こちら、まあ、白黒だったんですよね、はい、これ多分鉛筆なんですけど、おそらく色塗りがちょっと苦手意識あったんかなっていうのと、結構首の感じとか見ると写実な感じですよね、太さ的には。これ今見た方の中に普通にうめえじゃないかと思った方もいるでしょ。まあ割とうまいですよ。これだって美術の授業でこれ描いたらざわつくレベルですよね、正直。まあまあでも、ね、はい、まあ多分色はちょっとつけられなかったんじゃないですかね。そうですよね、着色めっちゃむずいですもん、正直一番。まあ覚えるまでね。で、多分その動画見てくださって、ね、ここまでなったよという写真がこちらですよね。これですね。これすごすぎないですか。これめっちゃすごいです。これ全身ですからね。普通に商品みたいな作品になっております。はい、しかもこれ何がすごいかっていうのは、この2人の顔の特徴の違い出してるんですよ、はい、ね。そうですよね、同じ顔になってない。これがすごいですよね。男性の方はおそらく、まあ、パッチリ二重で割とちょっと、まあ、目は寄ってる感、寄ってるというかね、まあ、近めで鼻はシュッとしてる感じなのかなっていうのが見て取れるのと、女性はちょっと離れ目なのかなっていう感じのね。そうですよね。なんでその特徴をちゃんと抑えているという。そうです。背景どうなってるんか僕ですら理解できないぐらいのファンタジーの世界。ファンタジーの世界作り出してるんですよ。明らかにピーターパンのね。僕の教えたところじゃない、もう範疇を超えてるレベルまで持ってってます。お絵描き上手くなるクラブの次元を超えてクリエイティブな。そうですね。でもハイライトもしっかり白で入れて。本当ですね。これほっぺたのねとこも入れてるし。この花さん流の先入れのハイライトなんですかね、多分。そうですね。まあ、後乗せかもしれないですよね、このツヤの感じ。あ、まあ、それでもいいんですけどね。で、文字も入れて。後でホワイトのせて。そうですよね。文字も可愛く入れて。すげえ。これすごいです。いや、これ嬉しいですよ。ね。という作品でございました。はい。はい、なので、本当に似顔絵、今まで描いたことなかった方でも、ね、僕らの動画見て、しっかり真面目に取り組んで練習すれば、人を喜ばせるぐらいのところまでいけちゃうと。そうなんですよね。この絵をプレゼントして喜ばれるってめちゃくちゃ嬉しいですからね。特に僕とかも仕事をやってる時はもう8割9割怒られてる時間帯だったんで、出来悪いじゃないですか。出来だいぶ悪いんで、喜ばれるっていう場所がね、もうここの世界しかなかったんで。そういうことですか。せっかくなんで人を怒らせるよりも、怒らせるよりも、ね、泣かせるよりも、よりもね、喜ばせて笑顔にしたい。したい。まあ、嬉し泣きが一番最高っす。最高っすよ。最高っす。何回かは今までありますけど。それは嬉しすぎる。超レア。超レア。嬉し泣きは超レア。嬉し泣きはすごいですね。まあ、でも思いが伝わって、この方は嬉し泣きしていただいたんじゃないですかね。友人の方に。友人の方。しかもね、これね、あれなんですよ。僕らの、僕らに似顔絵頼んで、僕らが描いた似顔絵をその方にプレゼントもできたんですよ、一応。そうですね、選択肢の中には一つあったっすけど。それもいいんですけど、それよりでも、あれなんですよ。確かに友達さんが描いたから、一番嬉しいんですよ。そうですね。それのお手伝いできたっていうのが、まあ嬉しかったですね。そうですね、お手伝いですね。オーダーもらうより嬉しいですね、それはね。そうそうそう。ここから入るよりは。ということで、はい、なので、この視聴者様も、はい、あなたにしかできないプレゼントがあるんですね。ああ、そうですね。そうです。これ本当にそうなんですよ。もう好きな女の子とかいたら、あとお父さんお母さん誕生日とか、そうです。あ、父の日、母の日とか。過ぎちゃいましたね。はい、意表をついたね、ハンドメイドですから。世界一つです。世界一つ。まあ、絵を描くっていうのを通して、その人に思い巡らさないと描けないんで、ね、相手にフォーカスしますからね。そうですね。その時間含めての作品ですもんね。あとは僕らよりも、皆さんの方がその、プレゼントする方のことをよく知ってるんで、その人らしさを絵に込められるんですよ。確かに。はい、写真からじゃわからないこととかあるんで、ね。そうですよ。僕らもね、なるべく写真、あ、こんな方なんだろうなって、ね、推測したり、どんな方か聞いたりもするんですけど、そうそう、確かに。あなたが一番知ってるんで。そうですね。はい、ということで、ぜひ、ぜひ、お絵描きうまくなろうクラブの中からも、そういう方どんどん出てきてほしいです。出てきてほしいです。
ぜひ教えてほしいですね、そういうのあれば。そうです、そういうエピソードトークを僕らに届けていただけたら、はい、シェアして。シェアして。泣かせた方にはもう何かトロフィーあげたいぐらいの、ね。そうですね。OUC トロフィー。はい。いらねえよと。いらこの僕らは、その絵で、絵を通して自分の特技で人を喜ばせるっていうことができる人を増やせればっていうね。本当ですね、はい、応援しております。そのためにいろんなあの似顔絵ですとかいろんなアプローチで表現法をねお伝えできたらと思っておりますの で、 です、ねはい、これからもお絵かきうまくなろうクラブ、はい、よろしくお願いいたしま す、 いします。はい、ということでね、今日の動画はこんな感じ で、 感じでこんな感じの動画もね良かったなっていう方ぜひグッドボタンお願いします。グッドボタン、これからもいろんな動画、そうですね、アウトドア動画、アウトドア動画、研究動画、うん、そうですね、更新していきます。お見逃しないようにしていただくためにも、はい、チャンネル登録ぜひお願いします。ということで、はい、たまにはお話だけです、すいません、はい、ということで、うん、では、お絵かき研究会参加いただく方は楽しみにお待ちしております、はい、まだまだ募集しております、はい、では本日はお絵かきうまくなろうクラブご報告となっておりました、はい、ここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日ですね、はい、7時、毎日7時です。7時です。7時によろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう、はい、さようなら。